ライディオペルカは、アメリカ合衆国ミシュガン州セントジョセフ出身の男子、プロテニス選手。ATP ランキング最高位は、シングルス19位、ダブルス89位。ATP ツアーシングルス2勝。身長211センチメートル、体重102キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 ATP チャレンジャーでの活躍でトップ百入りを果たし、年間最終ランキングは九十九位。二千十九年全豪オープンで一回戦のジョン・イズナー戦で、全セットタイブレークの末セットカウント三から一で勝利し、グランドスラム初勝利と二度目のトップ十勝利を果たす。二月のニューヨークオープンで初めて ATP ツアー決勝に進出し、ブレーデン・シュナーに勝利し、 優勝を飾った。2020年2月のデルレイビーチオープンでツアー2勝目を挙げた。ローママスターズでは、ディシャール・ガスケ、ロレンツォ・ムセッティ、アスラン・カラゼフ、フェデリコ・デルボニスを破り、初のマスターズ準決勝に進み、準決勝では、ラファエル・ナダルに敗退したが、マスターズでベスト4を記録した。全仏オープンでは、第32シードとして出場。 初の全仏3回戦まで駒を進めたが、ダニール・メドベージェフに敗れ、4回戦進出にはならなかった。ヤニック・シナーと組んだアトランタ・オープンでは決勝戦でスティーブ・ジョンソンとジョーダントンプソンを破り、初のツアーダブルス優勝を果たした。シングルスでの同じトーナメントでは、テイラー・フリッツに準々決勝で敗退。ロジャーズカップでは、ニック・キリオス、グリゴール・ギミトロフ、 ロイド・ハリス、ロベルト・バウティスター・グート、ステファノス・チチパスラを破り、初のマスターズ決勝に進出。それと同時に、世界トップ5選手にも初めて勝利を挙げた。決勝では、ダニール・メドベージェフに敗れたが、この活躍で、シングルランキングのトップ25位に入り、2021年8月16日付の世界ランキングで、世界23位を記録した。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。